見事ドラゴンを懲らしめられたら、これをあなたにお渡ししますわよ。何？え？何捕まえてんだよ。いや、平気さ。ひっひっひ。その重りの使い方を知らなきゃ、先へは進めっこないよ。どうやって使うんやろ、これ。ぶら下がっとる間にアイテムとかなんか使えるんかな。で、これで、この、棚の後ろの扉に進めるようになるわけやね。お。でも、今の段階で、何もできないんだが。あ、使える。自然に開いてくれた。持っとけばいいだけなんやね。よっしゃー、いけるぜー。いいね。なんか、謎解きって感じ。なんか、罠じゃない？一旦奥の壺調べよう。なんもなかった。なんか、落ちたりせん？上から落ちてくるんかい。何も入ってないし、別にダメージ受けるわけでもない。ほんと、いたずらだらけなんやね、この屋敷は。んで、この時計に何か、ないんかい。なんもないね。何か起こりそうやと思ったけど。で、これはまた別に割れんやつやろ？普通に出るだけか、ここも。え？扉が消えたんですけど。もう戻れない。出る扉もないよ。宝箱しかない。空っぽ。なんかいっぱい出てきた。またミニゲームか？戦闘じゃない分、なんかすごいほっこりするけど。来たな、マリオ。何その靴。このブーツが欲しければ、誰が持っているのか当ててみな。あ、レコードの時と同じパターン。ってことは、このブーツも必要なやつってことやね、進むのに。よし、来い。また同じ子たちかな。あ、今度はなんか投げるよ。あ、でもわかるよ。はい。君だろ。おい、待ってくれ。違う、そいつじゃない。その手前。ほら。わかってんだよ。わかってんだけどね。踏むタイミング。場所をわかってんだって。じゃ、もう一回。でもこれさ、なんかポイポイ投げてくれよるけんさ、逆になんか、一回見失っても、なんか途中から見たらいけるって感じやんね。逆に。で、君。あー、危ない！また違うやつに行く。ほら。スーパーブーツを手に入れた。マリオのジャンプの攻撃力がアップ。マジで？嬉しい。攻撃力アップいいね。さらにジャンプ中にもう一度 A を押すとクルリンジャンプができるぞ。ほう。クルリンジャンプになる必要性は何なんやろ。しまったー。あ、当たりです。どうぞ持って行ってください。あ、お嬢様に叱られるー。ね、扉は？なんか出てきたぞ。この近くにクルリン床があるよ。クルリン床の下には星のかけらが隠されてるんだ。ジャンプ中に円を押してごらん。さーてさてさて、見つけられるかな。あ、そういうこと？あ、これで。またなんか見知らぬ部屋に出てきたな。星のかけらは？ここ、確実に何かがはまるような感じな気がするけど。何？お店？ねえ。お嬢様から絶対にマリオにはアイテムを売らないようにと言われております。どういうことやねん。てか、屋敷の中で商売ってどういうこと？何このハテナ。商品の説明ぐらいしてくれよ。くそ。じゃあとりあえず押します。なんかまた。うわ、でかくなったぞ。え？あの上からってことか。そういうことだな。え？こうか。おーっと、階段ができた。すげえな。てか、売ってくれないのにいつまでもそこに。見せびらかすように置いてるんだな。あ、これ、あれか？よね、こっちの扉の先に行って、なんか扉がペラーってなくなったんよね。この木箱は壊せんのかな？あ、壊せるやん。ってことは、この中から何か出てくる可能性。スーパーキノコをゲット。食べたら元気が出るキノコ。HP が10回復する。やった。なんかこれタイミング難しくない？タイミングというか、位置なんかな？てかもう戻っていくしかなくなったんやけど。まあ、ジャンプで壊せるところ何箇所かあったよね。で、これは、いたずらと。と、なんか他に壊せる場所。こっちの部屋にもあったっけ？あ、あった。けど先にちょっと周りの方を。え、ジャンプさせて。え、全然できんやん。どういうことだ？え、全然壊せないんですけど。ん？なんか本棚の上。なんか本がぽっこりなくなっとるところはさ、別に何の関係もないってことなんよね。あ、あそこは確実にピンキーやな。え、あそこになんかあるよ。あっちに行かんといかんかったんかな、もしかして。しかしもう上がれない。上がれないよ。まあとりあえずピンキーだな。はい。いけい。よしよし。え？ん？戻ってきた？え？戻ってきたよね。どういうこと？あ、ここに戻ってきた意味は何かあるのか？特にないんか？とりあえずさっきのさ、アイテムが取りたいんよね。あそこはカメキで行くってことかな？いや、カメキじゃないわ。誰やった？パレットやったっけ？パレッタ。で、よし。描かれたテレサ、あ、これ？描かれたテレサをゲット。おじいさんのテレサが描かれた絵。なるほど。じゃあ一番最初の、びっくりさせてきた、でっかいテレサは関係ないんや、ほんとに。よしよしよし。これで、絵どこやったっけ？あ、なんか、あれか。廊下の一番右端やったっけ？この上の階の。3階に行かんといかんのよね。最終。てか、描かれとるのおじいさんだらけなんやな。先祖ってことかな。描かれたテレサ。ふう。ようやく絵の中に戻ることができたわい。でもさっきからずっと喋りよったけどね。よろしい。お前さんが3階に行けるようにしてやろう。さあ、絵の中のわしに向かってジャンプしてみなさい。は。おー。じゃあ、レサレサによろしくな。3階に来たけん、もう、あれか、ゴールってことか。え？なんか扉2つあるな。一回こっち行ってみよう。に正解やった、こっちが。おーほほほほ。ようやくいらっしゃいましたわね。待ちくたびれてしまいましたわ。あなたが本当に噂通りの人か試させていただきましたけれど、どう？難しかったかしら？いや、でも楽しかったよ。思ったよりちっちゃかった。かわいい。私の名前はレサレサ。あなたにはぜひともお会いしたいと、かねがね思ってましたわ。私は執事のセバスチャンでございます。レサレサお嬢様の身の回りのお世話をさせていただいております。あなたをここへお招きしたのは、私の頼み事を聞いていただくためですのよ。セバスチャン、あなたからご説明しなさい。承知いたしました、お嬢様。マリオ様、この近くにピューピューヒルという丘があるのはご存知でしょうか？知らない。その丘の上には城があるのですが、その城にドガボンという怪物が住み着いておるのです。なるほどね。まあ、なんかその、何？ステージ3やっけ？チャプター3やっけ？なんか、それでなんかドガボンがどうたらこうたらって言ったけど、なんかあれが出たけん、もうなんか、ダンジョンの一つなんかなって思いよったけど、ここは全然ダンジョンとかじゃなくって、安全な場所ってことなんやね、全体的に。そして、そいつの好物がなんと、我々お化けなのです。お化け実体なくない？今までどれだけの仲間が奴に食べられたことか。かわいそうな仲間たちを助け出そうと、我々もドガボンをやっつけようとしたのです。しかし、ドガボンはものすごく強くて、まるで叶いません。あやつはまさに不死身です。ですから、不死身のドガボンと呼ばれておるのです。しかしですな、マリオ様。ドガボンにはどうやら誰にも知られたくない秘密があるようなのです。その秘密とは、おそらくドガボンの弱点に関わることだと思うのです。ほうほう。そういうわけですねよ、マリオ。あなたにはドガボンの秘密を探り出していただき、ついでにギャフンと言わせてもらいたいの。ほう、ギャフンと。当然引き受けてくださるわね。もちろんタダでとは言いませんわ。見事ドガボンを懲らしめられたら、これをあなたにお渡ししますわよ。何？何捕まえてんだよ。星のせい捕まえんなよ。うむむむ、マリオくん。情けないところを見られてしまったね。何？手前のカードは。我が輩の名はハール。ドガボンの城から隙を見て逃げ出したまでは良かったのだが、何分今のこの体では元の力を失っているのでね。すぐには空に帰れなかったのだよ。とにかく星の降る丘まで行こうとしていたら、途中の森で迷ってしまった。ああ、なるほどね。うろうろとさまよううちに、テレサたちに捕まえられてね。このようになってしまったというわけだ。いやはや、なんとも。どうかしら、マリオ。悪い話ではありませんことよ。引き上げられていった。どうせあなた、ドガボンのところまで行って、星のせいを助け出すつもりだったんでしょ？だったら同じことではありませんこと？嫌な奴だな、なんか。おまけに私もついて行って、あなたに協力して差し上げましたよ。仲間になるの？お嬢様、今なんと。お嬢様がドガボンの城に行くなど、とんでもございません。このセバスチャン、絶対に反対ですぞ。なんか思ったんやけどさ、レサレサって、コロコロで連載しよったマリオの漫画にも出てきた？なんか同じ名前のテレサがおった気がするんよね、女の子で。なんかセンス持っとる感じのやつ。違ったかな？おだまりセバスチャン。私もドガボンには我慢ができませんの。他のキャラクターは全然聞いたことないんやけど、なんかレサレサは聞いたことある気がするんよね。あいつがギャフンというのをこの目で見ないと気が済みませんわ。で、なんか思っとった見た目と若干違うんよね。リボンはついとった気がするんやけど、それに私の力はドガボンのところへ行くために必要になるはずですわ。それならばこのセバスチャンもお嬢様のお供をいたします。お嬢様だけは危険な目に遭わせるなどご先祖様に申し訳は立ちません。G はお嬢様についてまいりますと。おだまり。もう子供じゃありませんのよ。一人で何でもできますわ。顔が怖いよ。あなたはここでおとなしく待っていなさい。お嬢様。とほほ。マリオもよろしいですわね。なんか多分ね、もっと体が白くて、リボンはピンクやった気がするんよね。今から私はドガボンをギャフンと言わせるまで、あなたと行動を共にいたしますわ。で、あとこんなに口も曲がってなかった。レサレサが無理やり仲間になった。C ボタンの下を押すと透き通って誰にも気づかれなくなるぞ。めっちゃいい。その間物に当たってもすり抜けるぞ。え、マジで。透き通っている時に動いたり、下。C ボタン下を押せば元に戻るよ。あ、動いたらいかんのか。透き通ったまま動いていくことはできんの。それは。バトルでは敵をビンタで攻撃するレサレサビンタや、そう、ビンタ。マリオの姿を透き通らせて敵の攻撃を受けないようにする透き通りの技を使えるぞ。さあマリオ、早速ドグボンを懲らしめに参りましょう。あ、ほら、センス出てきた。おーほほほほ。来たよレサレサ。お嬢様、早く帰ってきてくださいまし。何を言ってるの。あなたはおとなしくこの屋敷の留守番でもしてなさい。とほほほほ。でさ、ドガボンの屋敷っていうのは一体どこにあるの？この辺に別に、あれなんですか？パワーアップするアイテム的なものはないんですか？頑張ってもらうための。あ、何？扉が2つあるってこと？この部屋に。そういうことか。じゃあどっちから入っても石やったんやね。あ、落ちた！びっくり！この屋敷はレサレサお嬢様のご先祖様から受け継がれています。薄暗くて居心地がいいでしょう。壁の汚れ具合といい、僕の傾き具合といい。僕じゃなかった。どこが傾いたんかと思った。額の傾き具合といい、不気味な感じがとても好きなんですよ。とても素敵なんですよか。全然わからないけど良さは。あの絵まだ喋るかな？喋りはせんのや。もう喋らないんすか？あ、下まで落ちた。お嬢様はマリオ様と一緒にドグボンをやっつけに行かれるのですね。なんとお勇ましい、そしてお美しい。この屋敷の地下にあるお店を存分に利用してドグボンを懲らしめてくださいね。あ、お店利用できるようになったんや。まあ、とりあえず行きますか。一旦セーブしよう。ね、場所がわからんねえけど、どこに行けばいいん？ここ結局なんでもないの？マジで？なんでもないとかある？透明になったそのまんま動きたい。ここなんかある？ないんかーい。で、どこなわけ？地図どれで見るんやっけ？目的地どこ？なんか、ピューピューヒルって言ったよね。ピューピューヒルどこ？ないよ、ピューピューヒルとか。丘。まあ、この辺はな。どこだよ、ピューピューヒルって。マジでないけど。ないよ。どういうこと？あ、別に、あれ？これって行ったことある場所しか表示されん感じ？もしかして、こっち行ってみようや。とりあえずセーブもしたした。お開けなさい。明るくなった。さあ、マリオ。いよいよですわ。覚悟はよろしいですわね。いや、覚悟は、ないんですけど。頑張るしかないよね。何？急に荒野になったよ。話せるんかと思った一瞬。さあ、やっていくか。あ、これ。ほら、ブーツの色が変わった。攻撃力が強化されたんや。嬉しい。攻撃はできるの？レサレサビンタができるんか。左右に何度も弾こう。ちょっと待って、よくわからんかった。はい、ジャンプ。いいぞいいぞ。このね、この建物何？鍵がかかっていて開かない。何の建物なんやろ。てか手前の方もなんかいろいろ。この奥に進んでいけばいいの？普通に。なんか村？あ、レサレサお嬢様、ご機嫌麗しゅう。しかしこのような危険な場所にいらっしゃってはいけません。ここはいつドガボンがやってきてもおかしくない場所なんですから。そのドガボンをやっつけに来たのです。それでどうなの？あれからドガボンは現れているかしら。ついこの間もドガボンのやつがやってきて、私たちを追い回しました。今度はハインリヒのやつがドガボンに食べられて。かわいそうなハインリヒ。とても陰気な性格で、いいお化けだったのに。なるほど。お化けの世界では陰気の方がいいんやね。なるほど。陽はダメなんやな。まあ、なんてこと。ドガボンめ。やはりギャフンと言わせなければ。お前たち、安心なさい。私たちがこれからドガボンをやっつけに行きます。もう誰もドガボンに食べさせたりしませんわ。おお、お嬢様。なんと勇ましい。でもあいつは不死身のドガボンです。十分にお気をつけください。見て、窓が一個だけハートや、かわいい。ここは村ってことかな。でもなんか、どこの家にも入れんのやけど、立て付け悪いんじゃない？知ってますか？ 3D スティックを少しだけ倒すと、ゆっくり静かに歩けるんですよ。知ってる。寝ている人を起こさないように、こっそり歩きたい時なんか使えると思いますよ。そんなシーンがあるのか。とりあえずセーブ。え、入れたけど、何もない。あ、ブロックがあった。ハイパークリボーたちと戦うときは油断してはいけませんよ。さっきのやつかな。奴らは力を貯めてから突然すごい攻撃を仕掛けてきますからね。マジで。しかし、レサレサお嬢様の透き通りがあれば大丈夫です。ほう。この前ドガボンの城から逃げてきた友達が言っていたんです。おお、逃げてきた子もおるんや、ちゃんと。隠された秘密を解く鍵は、一番奥の部屋にある心と体に気をつけて。心と体？この言葉を残して友達はドガボンに食べられてしまいました。え、せっかく逃げてきたのに。あいつは僕に何を伝えたかったんでしょうか。わからない。実際に見てみないとわからない。回復があるな。回復した上で、もし旅立ちそうやったらさっきの成分のとこに戻るか。こんにちは。ゆうべ気になる夢を見ました。その夢の中で、時には逃げることが大事。逃げろ逃げろ。羽の回る小屋のところまで。羽の回る小屋ってさっきのあかんかったやつかな。ということを言われたんです。一体何のことでしょう。でもさっきの小屋、鍵が閉まっとったけど。前にドガボンのところから逃げ出してきた仲間によると、ドガボンはベッドの横に何かを大事そうに隠してるらしいですよ。一体何でしょうね。ヒントがいっぱい。みんな、あれやね、最後の言葉はちゃんと受け継がれていきよりを通れない。こんにちは。ドガボンをやっつけに行くんですってね。みんなの仇を取ってください。それとですね。お？なんだ、地震か？大変です。ドガボンがやってきました。早く隠れないと。レサレサお嬢様、マリオさんを隠してあげてください。マリオ、隠れますわよ。すぐに私を使いなさい。C ボタン、下を押すのです。はい。見た目かわいいよね、ドガボン。大丈夫です、お嬢様。見えてません。ドガボンには気づかれませんよ。大声で言うなよ。あ。うまそうだっぺ。いただきますだ。あー、目の前で。リック、ごちそうさま。誰かに話しかけよったなとか思わんのか。てか、小食だね。ああ、レオンハルト。なんてことだ。なんかあれさ、かっこいい名前だな。レオンハルト。ああ、なぜ君まで。ごめんよ。くそー、ドガボンめ。レオンハルト、金丸ドカボンに止められてしまうなんて。あ、運命はなんて残酷なんだ。みんななんか荒々しそうな顔しといてね、すごいなんか上品げな名前と喋り方というかあれやね。じゃあこの先にドカボンの城があるわけやね。さあということで、まあ、宿屋はないんやと思ったけど一応回復スポットがあるけんね。ここまで戻ってくれば回復とセーブはあると。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、もうあそこ出たらどうなんやろ、ドカボンの城なんかな。てか鍵をくれんとさ、金のついた小屋に入れないんだが。あれのことで合っとるよね。違うんかな。どこでゲットするんやろ、鍵。